これがメロディーライン、春のメロディーライン。ここは何も音出ない。いやー来たねー春菜さん、いいね。ここまで音になるんだよな、こっち側な。うん、そうそう、こっちなんだよ。終わりって書いてある。そうそうそう、あ、ここから、そうそう、なるんだ。ここからあそこまでか、あそこから、うん、なるんだ。そうよね、帰りは乗らねえ。メロディーラインに走ってきたのかな。じゃないの、走ってきたんじゃん。馬も見てきたかな。馬見たんじゃん。今村清人被告と警視庁原宿署内で
ってるよ、春菜さん走ってるよ、この気持ち。すげえ、かっきー、雪道走ってるぜ、かっきー、かっきー。初めてじゃん、峠走るの。俺の代わりに走らせる。ここで。あれ一回下ったか登ったか下ったっけ、少しやったような記憶があるけど、あ、冬は来てないから。うん、冬はね。あとは私にさ、山も真っ白、のぞめしとこあんけどな、こっか、ここだよな、ここでのぞめんね。見るか、うん、見る、うん、春の展望台リポートなんですが、いろいろテーマを持って取材をしているということで、あの JTB の200人がありましたね。すごい雪深い。本当に特別な、本当にメジャーのトップクラス。
ちまえよ。人は今まさに初日を楽しんでらっしゃるというところなんですが、堀さんも完全に一人で行ってるんですね。あ、そうですね。今後ろにちょっと見切れたのが、コーディネーターのキムさんという方で、先ほど僕らしたちが映ってたのが、はい、はい、もうすごく一人で行ってて、先ほど30分くらい前に打ち合いました。水落としするの、水落としするの、
ていく？山本市に関しても、増税は非常にいいと思いますから。じゃあどっか止める。